皆さんこんにちは。私は ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。今日はゲストに梓和之弁護士に来ていただいております。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、梓和弁護士、まあ、梓和さんと言わせていただきますが、まあ、この関係いろんな形でお世話になってきております。梓和さんはインターネットメディア弁護士集団中心のですね、NPJ を立ち上げられて、私もある時期少しですね、あのブログなんかも書いていただいてますが、その NPJ、ニュース For the People in Japan、 そうですよね、はい、そのお話もですね少しお聞かせ願いたいと、はい、なぜならばこの ISF 独立言論フォーラム立ち上げにあたってですね、何回かいろいろ準備会合を持ってたんですが、その間に梓和さんにも来ていただいてですね、いろんなお知恵というか経験を惜しげなくですね僕らに伝えていただいたということで、そのおかげもあってようやく半年間の準備期間とかあったんですけれども、この4月から ISF がですねスタートできたということがありますので、 NPJ の経験も含めて少し最初に、はい、NPJ は憲法と人権に偏るメディアというふうに自称しております。それは何かというと、今の大きなメディアですね、新聞、テレ、特に新聞テレビがやはり何て言いますかね、本当にその批判精神を持っていないのではないか、その貫いてないのではないかという危機感があって、福島原発の過酷事故の時にですね、東京電力を非常に記者会見に通って、批判したね、木住一夫弁護士、49歳で亡くなりましたけれども、はいはい、彼と私で語らい合って、弁護士と研究者に呼びかけて、補足しました。そうですよね。で、何よりも自分たちで集めたお金で自分たちでこう回していくと、それから、いわゆる大メディアが着眼しない論点にね、着目した論評や、それから、ニュースを提供できるように、してですね、でここから旅立って、例えばアフリカの密林でね、20年間も頑張ってきた人の、マルミミゾウの絶滅の危機を訴えるようなそういう本とか、あるいはカナダに在住のジャーナリストの連載とか、はい、そういうものもずっと、それから女性の作曲家を発掘してきた、小林みどりさんっていうね、人の連載とかですね、非常に人気のある連載が続いております、はい、そういうことから私どもは、で、まあ、ひずみ君が亡くなりましたけれども、彼が、亡くなる前に、提供してくれた大きなお金もですね、はい、今NPJ を運営していく運営資金の基礎になっております。で今度独立言論フォーラムですか、はいはい、略称なんておっしゃるの、ISF です。 ISF が、はい、発足するにあたりましても、我々やっぱり新しく作ってきたけれども10年経ってますから、そこでやっぱり更新をする、あるいは引き継いでくださるね、こういう独立メディアが現れるということで非常に嬉しいことで、お手伝いをさせていただきました。以上でございます。はい、いや本当に NPJ はですね、非常に、まあ、弁護士の方が中心であるということもあって、非常にこう硬派のですねインターネットメディアでありますし、まあ、ひずみね、和夫弁護士に亡くなられたあの方がものすごく精力的にですね、特にあの当時は原発報道をですね中心にやられていましたし、ひずみさんも元メディアというかジャーナリストで、それで弁護士になられて、で梓和さんは弁護士ですけど、そのメディア関係、日本ペンクラブとかいろんな形に関わっておられて、だからメディアとその司法というか事件というか、その両方に関わるような問題をね、クローズアップするのが非常にこう
なんていうんですか、あの鋭いと言いますか、そういう報道をね、はい、されてきたということで、はい、僕らにとっても本当にですね、あの先駆的なですね、あの先輩的な存在としてですね、あのいろんなことをですね、あのこれからだけでなく、あ今までだけではなくて、これからもですね、あの学ばせていただきたいと思っています。はい、ただあの浅田さんはその今少しあのご高齢になられたかもしれませんが、あのいつもなんかこう明るくてお元気そうな感じもするんですが、それはなんか趣味かなんかが悪いなんですか？まああれですね、あの私はあの、なんて言いますかね、実は、はい、実は本当は、本気でね、うん、あのかあの加賀乙彦さんっていうね、はい、あの死刑問題を書いた宣告とかね、はい、出現とかというあるいは、うん、第二次世界大戦のことを書いたね、はい、ずっと長編大河小説を書いてるね、はい、加賀乙彦さんというね、うん、作家に憧れて30年前に日本ペンクラブに入ったんですよね。で作家志望だったんだ。いや本当はね、うん、マジで、うん、あの書くつもりだったんですよ、うん、ところがですね、弁護士の仕事っていうのはね、はい、年齢が上がれば上がるほど弁護士の仕事はっていうか自分自身に問うて、はい、いわゆる共感力と想像力がこう何か発達していっちゃうんですね、うん、年齢とともに年齢とこう衰えるんじゃなくて発達していく、うん、そうするとこの事件はね、うん、こういう視点から僕が共感してやんなきゃいけないっていうね、そのビビビッとね、うん、この感性が発達していくもんだから、なんていうかな、その質的にはまあ、いわゆるそのちょっと下品な表現だけど稼ぎ収入はね、うん、まあ、関係なく、うん、なんかこう情熱ではこう、ますます高まっていくっていうかね、はい、でそういう中でそういう自分の感性を磨く趣味として、はい、歌舞伎と、うん、それから落語、歌舞伎、落語も、うん、いや自分でやるわけじゃないんだけど、鑑賞って、鑑賞っていうのはちょっとこうあれだけどね、うんうん、こうそこに一緒にこう浸り込むっていうかね、それがねものすごくね、うん、年とともに、うんうん、そのこうその感覚がね、趣味感覚がこう研ぎ澄まされていくというか、素晴らしい、あれですよ、あの一つの僕が惚れ込んでるね、うん、はい、古典落語のもう40年前に亡くなったね、うん、志に運に賞とか新賞っていうんだけど、新賞根底新章師匠のね、うん、落語なんかほとんど毎日聞いてて、ある演目、湯戸五郎っていう演目なんかね、うん、100回聞いてた。100回ですか。それはあの歌舞伎も扱ったね、うん、歌舞伎と落語家を一体化した演目なんだけど、はいはい、なんていうかね、その自分の話術を磨く法廷における弁論、法廷における弁論っていうのはね、裁判官、あっち向いてる裁判官をね、うん、なんとかこう捕まえるっていうね、ああ、そういう意味で本当に落語、あの歌舞伎の俳優たちの努力やね、うん、落語をやってる人たちのね、こういわゆる根性っていうかな、うん、これカーッとね移ってくるんですよ、はあ、活力の源泉だけでね、それだけでね、弁術にも役に立ったと。だからそれだけで独立のね、あの、はい、番組作ってくださいねでそれいう感じの弁護士も、うん、中にはいるということをね、うんうん、はい、知ってほしいと思います。はい、わかりました。いや非常に興味深いお話でしたけど今日はですね、メインのテーマはやはり会見ということでですね、すで、はいはい、にあの僕らの ISF にもあの記事をお寄せしていただいて、はい、もうアップさせていただいてますが、まあ、もうすぐ参議院選でですね、うん、さらに会見勢力が増えて、もう参議院選後そう遠くない時に国民投票から会見に行く危険性も高まっていると。またあの今ウクライナで危機といいますか紛争が起きてまして、その煽りで東アジアにも緊張がですね、うん、押し寄せてきているかのような報道がなされ、うんうん、そして政府与党からですね非常に貢献的な声が上がってきてますよね、うんうん、あの敵基地攻撃能力論、うんうん、これ反撃能力とか言い換えてますけれども、先制攻撃も可能であるかのようなですね論議も出てきて、もう専守防衛を取っ払ってもいいような話になってますし、うんうん、非核三原則の見直しで核の共有をとかですね、
そういう話、あるいは軍事費用ですね、うん、GDP1% 枠を守ってきたのを今もう 2% を5年以内にと、で5年では長すぎるからもっと早く達成しろというね、アメリカからの声、圧力もあるという形で非常に憂慮される状況でありますけれども、まあ、この今の政治状況をまずどう思われるか、はい、少しこれね、なんて言ってもね、はい、なんて今お話しありましたけど、はい、ウクライナにロシアが攻め込んだと、うんうん、ウクライナという独立国にね、はい、まあどう見てもそのなんていうか理由の立たないね、うん、軍事攻撃を仕掛けてね、うん、で330万人かな、うん、人権高等弁務官事務所に、難民高等弁務官事務所によれば、うん、330万人がもう外へ出てる、うん、国内難民も合わせると700、800万人がね、うん、自分が住んでいたところから移らざるを得ないと、うん、いうようなことがね、ことがこう何かこうやっぱり日本の国内でも平和 と戦争の問題をね考えるにあたって、うん、もうバシッとねこうみんなの皆さん の気持ちをこう捕まえちゃってるわけですよね、うん、でその時にあたってじゃあこちらが考える時に一番大事なことはどうやったらね、はい、日本の私たちの子供たちや孫たちが戦争に巻き込まれて戦争で命を失わないか、はい、あるいは今自衛隊で働いている人たちが外地に行って、外国の人をねその鉄砲で撃つというようなね、はい、ことにならないか、どうやったらそこにね、うん、巻き込まれないか巻き込ませないか、うん、というね知恵が必要だと思うんですよ、うん、でその知恵というのはこういうメディアやそれから知識人や、うん、私たち弁護士あるいは憲法研究者ね、うん、そのなんていうかなその公共的な仕事に携わる 人の使命だと思うんですよ、うん、そうです ねでそれはプロフェッションと言ってもいいと思うんですけど、うん、プロフェッションたる使命を今のメディアに働く人たちがね、うん、新聞記者やテレビの記者がいたらぜひ聞いてほしいんだけど、うん、あなたは本当に自分がね初心者としてこの職業にね、うん、志した時のねこう燃え上がってくる情熱それを更新してますかと、うん、このウクライナの危機があればこそ更新してますかと、うん、思わず声がでかくなる、うん、というふうに僕は問いたいんですよ。そうですね、今の状況を見ると、うん、ただあまりにもですねロシアプーチンが悪でウクライナアメリカが善であるかのような一方的な報道をされているのは問題だと思います、うん はい、でそれを利用して東アジアではあたかも今にもすぐにでもですね中国が台湾を侵攻するかのような言説がされているのも僕は大きな問題だと思ってますけれども、ただまあ戦争と平和の問題をリアリティを持って考えようとすること自体はですね非常に重要なことであると。ただ平和憲法を持っている日本国民としてはですね一方の側に加担して経済制裁をしたりですねましては武器援助をするというのはもってのほかで、やはり第三者的な立場でですね中立的な仲介者の役割で停戦をですね、うん、一刻も早く実現させて犠牲者をこれ以上に出さないように働きかけるというのがまず一番大事だと思うんですね、はいはい、ただ日本はまあアメリカとの同盟国といいますか安保条約もあってそういう関係もあるということで、うんうん、もうアメリカの姿勢をそのままこう鵜呑みにしてですね、うん、もう一線を越えたかのような状況が今生まれているのではないかと、うんうんうん、例えばロシアとの関係で言えば、うん、北方領土問題の解決のためにですね、うん、あの元総理の安倍さんが二十何回もプーチンと会ってですね、うん、まあ、そこら辺を動かせようと努力をしたと、うん、僕はそのこと自体は貴重だったと思うんですよ、うん、ただ今やですねもうロシアからも日本は明らかに敵対的行為にね、うん、入ってアメリカと一緒に自分たちと敵対しているというふうな認定を受けるような、うん、あの段階になっていると、うんうん、もうロシアとの関係においては当面の間というか永遠というか領土問題の解決も不可能な状況にもですね、うん、今なっていると思うんですよね、うんうん、
ただまあその問題あまり深入りするよりもですね、うん、今日はやはりあの僕らのところにも記事を書いていただきました、うん、憲法改正といいますか、うん、僕なんかから見れば明らかに改悪なんですが、うん、改憲問題のこう重要な論点、うん、まあ、いくつもあると思うんですが、あのいくつかに絞ってですね、はい、あのお話をしていただければと思います、はい、あのこちら の, あの独立言論フォーラムに、はい、もう一回あの略称略称ああ独立言論フォーラムで ISF です。 IS インディペンデントスピーチフォーラムです。 インディペンデントスピーチフォーラムにね書かせてもらったけど、はい、知られざる自民改憲案の正体、そうです、ね、そのタイトルですね、そういうタイトルで、はい、素晴らしい、確信をついたタイトルです、はい、の書かせてもらったんですけど、はい、そのいわゆる、これ攻められたらどうするのはどうしたらいい、ああしたらいいじゃなくて、はい、今目の前にね載っているアジェンダは何かというと、うん、自民党はねもう2018年に安倍内閣の頃に、うん、大会で自民党改憲素案というのを出してるんですよ。ですよね。でね、その自民党改憲素案 の, 2あの一番の2つの柱は、9条に、うん、9条1項2項はそのままにして、うん、そして9条の3項に、自衛隊を明記するということと、うん、緊急事態条項といって内閣が独裁できるというね、うん、独裁をできると、法律と同じ政令を作れるという2つの柱なんですよ、はい、この2つの柱について本当にね、はい、知られてないんですね、2つの柱の危なさについて、ね、はい、それをねスパッと僕はね分かりやすく言いますから、これね1回聞いただけじゃダメだ、まあ少なくとも5回は ね, 5回ですね反省してもらいたいんですけど、はい、1回目はだから僕は活字で書きました、はい、今日は2回目です。そうですね、2回目ね、動画でね、はい、言いますと、その1項2項っていうのは何を言うかというとね、はい、戦争と戦力と公選権の放棄と3つを放棄してるんですよ。そうですよね、3つをね、3つを国に禁じてるんですよ。僕は一番大結構ね知られてなくて大事なのは、うん、公選権の放棄だと思います。公選権の放棄っていうのは、うん、鉄砲を撃って相手の国のね兵士を殺した時に戦争犯罪にならないという主張をしてはいけないって言うんですよ、うん、だからもうね日本は戦争がねできない国にね、うん、自分で自分を縛り上げたんですよ、うん、それは何かというと、ひどい加害国であった、そのね加害国であったことを国際的にね、まあ戦争に負けることによって反省を迫られて、そしてそれを受け入れたわけですね、うん、でさて9あのこの9条自衛隊明記というのは何かというとね、ここにすごいごまかしがあるんですけど、これ実はね、はい、いわゆる別な団体が、右翼的な団体が作った、案がその通りなんです。これが我らが、改憲、提案だというね、うん、のが日本会議の、シンクタンクと言われている日本政策研究センターというところで出されたんですけど、1項9条1項2項は大丈夫ですよって言えばみんな安心したわけですよ、うん、その安心の上に乗っかって何を付け加えるかというと、1項2項には関わらず、これ大事ですよ、はいはい、1項2項があっても3項ではこの国は、必要な、この国を守る必要な自衛の措置をすることができる実力組織として自衛隊を、持つという、はい、その総理、総司令官が内閣総理大臣となるということをね、はい、憲法に謳うわけです。そうすると何かというと、1項2項で全然戦争できなかったでしょ、はい、ところが3項で1項2項はそのまましてますよ、だけど3項で1項2項はともかく吹っ飛ばして、うん、それで必要な自衛の措置を取ることができる実力組織として自衛隊を持つ、ここがねミソなんですけど、必要な自衛の措置という自衛権の中には、うん、自民党の改憲案の Q&A によると、はい、集団的自衛権と個別的自衛権を
当然に含むって言ってる。両方ですね。当然に含むって言ってる、うん、で集団的自衛権って何かというと、ウクライナに即して言えばね、うん、ウクライナでもああいうこう危ない状態があってね、米軍が今、軍隊は直接は出してないです、うん、あのウクライナの領内にね、うん、だけどこう周辺をねその軍艦が通ったりして、はい、その軍艦とロシアのねあれがね接触的なね偶発的な事故を起こして誰かが怪我したとすると、はい、アメリカの兵隊が、うん、そうするとね集団的自衛権は何かというと、うん、同盟関係にあるすなわちアメリカですよ、はい、アメリカがやられたらそれを日本に対する攻撃と同じとみなす、うんうんうん、同じとみなして自衛の措置を取ることができる吹っ飛んでいく自衛隊を持つって。だからウクライナにね4000キロ、飛んでってね、自衛隊が出てくる、うん、それがねあの2015年の安保法制の時ものすごい騒ぎで、うん、あの時に、安保法制戦争法別名戦争法を通しましたけど、はい、その時はねこうだったんですよ。その、同盟国に、攻撃が加えられてそれが日本の存立を危うくする時は出ていくよというふうにねこう集団的自衛権を部分的に認めたんですよ、うん、ところがこの9条自衛隊を明記すると全部集団的自衛権全く文句なく制約がなくなるんですね。なくなって憲法上堂々とね集団的自衛権をね行使できる、すなわちアメリカがやられたらうちとうの字だベーンといくと、うん、これね知られてないんですよ。だってあの国会での答弁やなんかやり取り見ても野党も全然そこのところのツッコミ足りないし、それからあの新聞は全然書かない。あの今年のねメディアはね、メディアのねあの5月3日の憲法記念日をめぐるね、はいはい、あのあれでもねただね1項2項はそのままして3項にね自衛隊を明記するっていうのはどうですか、そろーなんだいいんじゃないの、自衛隊頑張ってくれてるから憲法に書き込んだっていいじゃないかと、これで賛成って書いちゃうんですよ、うん、だから9条1項2項は変えたくないっていうのはね拮抗してるんですよ、変えるか変えないと、うんうん、はいはい、ところが自衛隊明記になるといっぺんにねバーンとね賛成が増えちゃう。これはある意味誘導ですね。今言ったことをさ言わないで聞いたらそれはね当たり前ですよ。だから僕はここにメディアの責任は大きいし、これをね活字で書いてる新聞記者の皆さん本当にあなたの責任は重いんです。いやいや本当に、まあ、テレビもでも大変ですよ。テレビも、はい、テレビはうわわわわね、うん、ほらかなんだ核シェアリングだとかね、うん、あのやっちまえとかね。いや本当に今そういう論者しか出さないですよ。そうらしいの、これ削除ある、はい、でねもう一つ僕言いたいのはね、中国がどうだっていうのが よく言われる、台湾、まあ、あれがどうだって言われる、はいはいはい、だ台湾 にね中国がね、うん、攻め込んでどうするかっていうのはね、うん、はっきり言って日本の国内のね防衛とは関係ないですよ。そうです。いや非常に僕はクールに言いますけど、はい、それはアメリカがね出て行ってやる問題でもない、それは中国 と台湾の問題である意味国内問題ですね。一つの中国であるわけですし、でね、それはねあの決して賛成はできない。しかしながらウクライン、あのロシアがウクライナに攻め込んだというのは全く質の違うそういう問題ですよ、うん、それをねアメリカが出て行って自分があの派遣だと言ってねあの周りでウロウロすればそれはアメリカと中国の間に起こるでしょ、うん、ここから先本当怖いですよ、うん、9条自衛隊明記で集団的自衛権が真正面から認められたら、うん、それはね権利として出ていくっていうだけじゃなくてアメリカはおお変えたんだろうお前出てこいよと言って、うん、この今ね南西諸島でね大変なことが起こって、南西諸島っていうのは、うん、石垣、宮古、沖縄本島、奄美っていうねこの4つの拠点に自衛隊のねミサイル基地を今ね建設中なんですよ。そうなんですよ。で中国に向けてね、はい、実はアメリカが向こう行ってこうなんか接触したら、ね、アメリカがぐっと下がってほら自衛隊前に行けよほらって言ってねミサイル撃ち込んでる人はもうこれはね中国にとって日本は沖縄だけではなくて日本全体が敵国になるんですよ。そうなんですね。だから、まあ、ウクライナもですねアメリカとロシアあるいは NATO アメリカとロシアの代理戦争的な形でウクライナが犠牲になってますけど戦場に。そうそう、同じように東アジアで中国とそのアメリカの対立、米中対立の狭間にある日本が
参戦させられて戦場になって犠牲者を多く出すと、うん、とりわけ沖縄がですね、うん、一番真っ先にですね巻き込まれるという状況ですよね。でそれはね、あの中国の側から見ればですよ、はい、それ向こうから火が吹いてたらこれ自分が防衛措置取るだろうってね、うん、そういうふうになる。その最初の一発をね下手をしたらその、あの南西諸島にあるね自衛隊のミサイル基地がね火を吹かせられるかもしれない。それ何か、うん、なぜそういうかというと、はい、実は吉田茂というね古い政治家ね、もう我々の世代の人はもうおなじみの人だけど、はい、それ吉田茂と当時の米軍の米軍のね司令官との間で密約ができて、その日本が再軍備した時はねその指揮権はアメリカにあるっていうね密約を2回結ばされてるんですよ。指揮権の密約ですね。これはあの小関さんという人がね、憲法学者ですね、小関昭一という、はいはい、独協大学 の名誉教授が、うん、アメリカの公文書館で発掘した、ね、資料で、うん、密約もうすでにもう見てたって分かりますけど、うんうん、もうなんて言う親分ともう公文みたいな関係ですよ。その自衛隊に俺出せって言われたらね抵抗できないです、うん、できないですね。自動参戦システムと言われてますよ。だからね今度の参議院選挙やね憲法改正でね、うん、そのこの攻めてくるかどうかじゃなくてアメリカにどうさせられるかというリアリティを本当にね知る必要なんですよ。いや本当そう思います。僕はもう本当にね恐ろしい状況がね差し迫ってると思う。それはね中国が来るかもしれないという恐怖感じゃないんですよ。アメリカに巻き込まれてね最前線に立たされて自衛隊員がねことをやらされると。本当です ねそれはねもう本当にねもうあのここでうんと話ちょっと、はい、飛ぶ話が出てきますけど、はいはい、ごめんなさいね、はいはい、あのね文学用語でね、うん、異なるに科学と書いて、うん、イカっていう言葉があるんですよ。イカご存知ですか、うん、知らない。そのね、はい、イカっていうのは何かっていうとねすでに日常的な認識になっていることをもう一回見直してねそこに新たな見直しをすると。僕はこういう危機感から、うん、日々のね例えば昨日国分寺で、まあ、街頭のねその、うんジャズフェスティバルみたいなことをやってるのをそば通ってみんながこう平和に見てるわけですよ、うんうん、ああいい光景だな。だけどここにミサイルが飛んできたら、うん、とかね、はい、それから公園で子供たちが遊んでいてお父さんお母さんちっちゃな子がね、うん、パパとかママとか俺は絶対的な親に対する信頼を与えるじゃないですか、はいはい、それをねもう一回ね、うん、今のこう目で今の危機感の目で見直すんですよ、うんうんうん、そうするとねなんかねもうすごい切ないね、うん、情熱というかね、うん、これなんとかしなきゃいけないなっていうふうに思うわけですね、うん、だから日々の与えられた日常に対して、ほら石川啄木のあるの言葉あるじゃないですか。僕はイカの例として言うんだけど、ふるさとの山に向かいて言うことなし、ふるさとの山はありがたきかなっていうのがあるでしょ、有名な歌に。ふるさとの山はね日常なんですよ。でももう一回ね見直すとね、それはありがたい存在としてね自分をこう抱き取ってくれると、はい、どういうね、うん、なんていうかな今の平和っていうものに対してねそういう思いで、うん、もう一回それをねこうなんか抱き止めるというかまあ、うん、なんとかダワっていう人が敗北を抱きしめてっていう言葉をのジョン・ダワーですね。ジョン・ダワー、はい、アメリカの、はい、Embracing the defeat、はい、敗北を抱きしめてEmbracing the daily days ですよ、うんうん、日常をもう一回抱きしめるっていうかね、うん、なんかねそういう風な目で今を見直してでやっぱり改憲問題というのをねそこからね、うん、こう捉え直していくというねそういう語りをねしていかなきゃいけないんじゃないかな、ね、平和は当たり前なんではなくて非常にねありがたいそう貴重なねそうそう日々がねそうなんですね、うん、本当なんですよ、うん、いやそれがイカっていう言葉で表現されてるんですね、はい、
それでもう一つ会見の柱で打ち出しているものが自民党与党なんかにあると思うんですが、はい、緊急事態条項。ああ緊急事態条項ですよ、ね、これはね、こういうことです。これまたちょっとね本当に言われてないことなんですけど、はい、緊急事態条項は何か緊急な災害が起こった時にね、うん、特別の措置を内閣は取ることができると書いてあるだけのように思うんです。それはコロナでなみんながこう従わねえから、感染がどんどん広がっちゃうんだよなっていうようなことでやるんだろうとね、うんうん、コロナの緊急事態宣言と勘違いしたんだけどそうじゃなくて、うん、災害という中には、うん、例えば原子力災害とかね、事故ありましたよね、それからね武力攻撃災害とかね、はい、いわゆる人為的な災害についてもこの英語の、うん、災害という言葉にはね含まれているわけです、うん、武力攻撃も入ってるわけですね。入ってる。でその立法令の中に武力攻撃国民保護法という法律では、はい、武力攻撃災害にも使ってますし、うん、原子力災害、対処法には、はい、その原子力災害という言葉も使われてますし、うん、自然災害や疫病の災害だけではないそういうね、うん、ところにまで、追ってるんですね、はい、で怖いのは、その緊急事態とか、大災害という中にね、うん、例えば2015年に10万人が国会を取り囲むというようなね、大デモ、それから、うんまあ、この頃じゃちょっと想定できないけど大ゼネラルストライキというようなことが起こって政権を揺るがすような危機が来た時にですよ、うんはい、それをその内閣が、緊急災害というふうにね、認定して、うん、で、国会の代わりに国会が作る法律と同じ法律の効力を持つものとして内閣の政令ができるわけです。そうするとどうなるかというとね、はい、基本的人権、例えば表現の自由とか、その生存権とかね、そういう非常に大事な人権、基本的人権を制約するには、うん、法律しかできない。法律を作るしか人権は制限できない、うん、でその人権を制限できないんだけど、これが、災害だというふうに認定するとですね、はい、内閣は、法律を一夜にしてできるわけですよ。安倍内閣は一夜にして、閣議決定で2014年に日本は集団的自衛権を持つんだということを、ね、宣言したけど、あれはまだね閣議決定で終わっていて、うん、なんだか知らないけど、当たり前みたいに おかしいだろうと思ったけど、はい、だから今度は法律的なね、うん力を持つ者として一夜にして国会の周りに来たね、例えば今、内閣官邸の前でね、はい、総理大臣官邸の前でわーっとね、うん、何百人デモってやってるでしょ。から国会に対してねこう次々デモが押しかけてるじゃないですか、はいはい、それを全部一夜にして力で抑えられる、抑えられる、うん、で弾すると、うん、というようなことができる、そういうねものなんですよ。非常に恐ろしいですね。憲法の一時停止で、うん、なおかつ国会も機能を停止し、うん、国会の立法権も行政権が握って権力を集中することができるというそういうこと内容なんですね。いやこれはね、まあ、まさしく独裁だと思います。これねここはちょっと憲法学の知識をね、はい、提供したいんですけど、はい、ぜひ緊急事態宣言というのは国家緊急権とい う,、うん、の言葉なんですね、憲法学上、はい、で国家緊急権とは何ぞやというと、これ以上今までの憲法秩序のままでは国家の存立を維持できないと判断した場合に、うん、憲法を、はい一時停止することを言うっていうふうに ね, できるんですね、憲法学の教科書に書いてあるんですよ、うん、憲法は止まるわけです。つまり一条このね緊急事態条項を憲法に入れることによって、はい、内閣が緊急事態だというふうに認定するとですね憲法が止まるんですよ。これ知られてないんですよ。いや怖いですね。だからたった一条で憲法は全部否定される。
こんなことがねしょうがねえだろってふわーっとねやられてるから、うん、なんだかね世論調査でもやっぱり出てきちゃうんですよ、うん、でこういうことについて知らせていくとしたら、はい、メディアがそれを十分にやりきれないとしたら私思うにこういうね独立メディアがそれをまずは知らせる、小さいように見えるけどあの2015年の戦争法反対の運動だって最初はね、はい、なかなか重いんだよなっていうねところから出発したんですよ。だから今もねあたかも政党のねこうあれを足していくとねなんかどうもやられちゃうんじゃないのっていうふうに見えるかもしれないけど、こんな事態を本当にね例えば僕が知りあなたが知ったら、そうですね、そしたらねそれをねこうなんていうかなもう一回人に話せるだけもう一回勉強してみようとか、うん、あるいは一番大事な人、うん、例えば、そういうこと言うとねじいちゃん飯がまずくなるからやめてくれっていうような家族でもですよ、うん、言うと前なそうはいかないんだよこうなんだよということを話す、あるいは恋人とデートした時にも実はこういうこと聞いちゃったんだけどちょっと黙ってらんないんだよというふうに話す、そこから始まるんですよ。そう思いますね、うん、一人一人がねまずねそう認識をね改めてそう一人一人が立ち上がるということで、そう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 、で一人から二人三人と連帯してですね横にも広げていくと、特にやっぱりメディアの役割は大きいんですが、うん、残念ながら主流メディアはその好戦的なね対戦抑散状況になりつつありますので、うん、こういった新しい市民による独立したメディアが果たす役割は大きいと、うん、存在意義は大きいということでね、そうそうそう、で僕はねそこのところなんだけど、穴を開けないといけないと、うん、そこのところなんだけど、はい、大メディアをね確かに非常に危機感があるんだけど、しかしそこにはね良心を持って日々苦しんでる記者がいるんですよ、あ いっぱいいると思います、ね、いっぱい、そうしたらねその記者の人にねこういうのメディアを見てほしいし、ツイッターもね、うん、見てほしい、はい、それでねそしたらその人はどうするかといったら何かね、はい、自分の現場でやっぱりねなんていうかな静かなるね、うん、戦いそのいわゆる同調圧力に対してね、はい、このデスクや支社長とね、うん、こうちょっとどうなんですかねってねやっぱ話してみると、うん、そのねその勇気なんですよ ね、 そ、 うですね、そこでね鉄砲で撃たれたり拷問されてるってことはないんだから、ないですからね、だからそれは同じで市民の我々もね、うん、誰かに話すときにねちょっとためらいが隣のおじさんおばさんとかどうかなとね、うん、そこをちょっと超えるというね、うん、勇気ねだと思うんですね。まあそうですね、でそれは僕は思うにさっき共感力と言ったけれども、うん、共感力と想像力ですね、うん、共感力というのはね僕は実は、弁護士だと司法修習生を実務に取って、うん、教育することがあるんですよね。その時僕のところに来てくれた修習生がね僕は昔からコンパッションっていうね、英語の単語に、うん、共感ですよね、共感っていうのね、うん、はい、興味を持ったらこれどういう意味って言ったらね、その人がラテン語の語源を調べてきてくれて、はい、組むパッションっていうんですよ。組むっていうのは共に、覚える情熱、うん、でそのどういう情熱かというと十字架の上にいるね、うん、キリストの苦しみをね共に胸に抱いてそこから情熱を湧き立たせることを組むパッションっていうんだそうです。それを教えてくれた、うん、だから今僕たちにとってそのキリストに讃えられるのはねウクライナで焼き殺されている、うん、これ僕は報道特集で見たんですけど、うん、47歳のね、うん、女性と9歳のね、うん、男の子がね、うん、戦車に追いかけられて、うん、生きながら焼かれたっていうふうにね、うん、目撃者の女性がね、うん、お墓の前で、うん、こう本当にこうささやかなお墓の前で語っていたんですよ、うん、でそういうことに対するなんていうかなから来るこう衝撃が来るでしょ胸に、うん、そしたらそれをね、うん、ああかわいそうだっていう一言じゃなくて自分の、ね、中でもう一回沈潜させてそこから吹き上げてくるね、うん、情熱をこうなんていうかな大事にするっていうか、共感共苦という言葉を、ね、そうそう共苦、そうそう、はい、共にそのあれをね、うん、
自分のものにするっていうね、うん、そういうなんていうかな、今こうことがね一人一人に問われてるんじゃないかなと思います、はい、ね、重要なポイントだと思います、それと安澤さんはその事務所に司法修習生を受け入れるだけじゃなくて、うん、山梨大学かで法科大学院で、そうそうそう教えてもらえるんですよね。そうそうそう、でもうそれはもう終わりましたけど、その時にやっぱりそれを僕はさっきのイカという言葉も言いましたし、それから今のコンパッションという言葉も言ってね、それでその中でまあ共感してくれた人が法律事務所にも私の法律事務所にも就職してきてくれています。あ、ね、それは素晴らしいですね、あの梓さんの後継者みたいな方、いや 若い方がね、どんどん育っているならばね、はい、非常にいいことですよね、それでですね、今日前半で話していただいたあの自衛隊明記の救助会見に関連してのね、集団的自衛権のことについてもう少しお聞きしたいんですよ、実は、はい、法律家でいらっしゃるので、で僕は集団的自衛権に基づくですね軍事同盟機構というのは確かに国連憲章の中にですねそういう規定はあるものの、実際にはあれは国連がこう機能する間の短期間において想定されたもので、今ある NATO のようなですね恒久的な同盟を意図したものではなく、厳密に言えばですね NATO というような軍事同盟そのものはですね国連憲章違反だという指摘をされている人もいるんですけれども、そこら辺についてはどういう、いや僕はそれちょっと全然勉強してないです。ああ、そうですか、それともう一つはですね、まあ、NATO も日米安保も本来ならば冷戦が終結した時に解体すべきで、解消すべきであったと、もう最大の敵勢力がなくなったわけですからね、それにもかかわらず存続したというのは、まあ、軍曹複合体の生き残り戦略でしかないし、まあ、NATO が拡大につく拡大で、まあ、ロシアがこう軍事侵攻する原因を作った部分もあるということで、集団的自衛権をそのまま肯定すること自体が非常に大きな問題があり、今まで日本はもともとの本来の憲法 の趣旨から言えば個別的自衛権も放棄するような、ね、なものであったと、当時の自民党政府はそういうふうに言ってましたよね、自衛権、自衛戦争も放棄するというようなですね、それが今ではですね、個別自衛権どころかですね集団的自衛権 で一応こう反撃とか言いながらも先制攻撃をもですね、正当化するような事態に至っていると、これ非常に大きなあの飛躍ですし後退だと思うんですね、そこでね、はい、あのちょっと言っておきたいんですけど、さっき言ったように、戦争、侵略戦争も自衛戦争も放棄というのは、それをしてはならないという禁止ですね。ですよね。それから戦力も持ってはならないという禁止がある、はい、さらに交戦権 の主張をしてはならないという、だからもう戦争できない国になった、でそれをその憲法を考えれば、仮に再軍備に入ったとしてもですよ、その自民党の側からしても、それを、再軍備を合憲化するためには2つの制約を課したと、それは何かというと、専守防衛で外に、まあそれはだから攻めてこられたら反撃するというのは認めているけれども、個別的自衛権ですけどね、しかし一方で集団的自衛権はこれを使わないということを、あれですよ、安倍晋三さんのおじいちゃんか、岸信介氏が国会で答弁してるんですよ。でね、その状態で行こうという自民党の長い間の、まあ、いわゆる自民党の中の合意があった、その合意と、それからもともとね、絶対的にあの、なんていうか非武装中立で行こうというね、その2つのね、いわば連合がその集団的自衛権を容認するね、会見を阻止、阻んできたし、今もその僕はつながりってのはあると思うんですよ。だから大事なことは、憲法の問題というのはね、支持政党がどこかということとはね、一応とにかく一回ね、関係ないんですよ。そうですね。つまり政治家にとっては、国会の中でね、発議するためにね、どこの政党とどこの政党を合わせて、これは3分の2だというふうにいくのかもしれないけど、国民一人一人にとってはね、そういう
自民党支持の人も、はい、公明党支持の人も、維新の支持の人もね、うん、どうしても戦争には巻き込まれたくない、うん、それから子供や孫にね鉄砲を撃たせたくないという人はね、やっぱみんなつながって、うん、そのこの憲法問題をね考えるという、うん、そのね僕はねずっと広いねこうつながり、だから自民党 の俺は支持だっていう人がいたら僕はその人と話したいですよ。だからそういうね、それは反対だっていう側がね、うん、まあなんかこう喧嘩を仕掛けるような感じで論争するんじゃなくて、はい、どうなんだというふうにね、こう、うん、なんていうか受け入れながら考えるっていうね。そうね、いや、そういう自民党保守の政治家の中にもですね、やっぱり特に戦争を体験していた方などは非常にそこら辺はですね慎重でですね、うん、戦争だけはやってはならないというのにね、そうそうそう、もう強い意志を持っておられたと思うんですよね。あの小賀誠さんっていう ね、 ね、宏池会 の、 あの、ね、はい、顧問 の、 ね、あの政治家は戦争をね体験し知っている人たちが持っている感覚と、はい、それを知らない政治家のね、うん、感覚の違いがね怖いと今出てきてますよね。若い人になればなるほど好戦的になっているという傾向でね、うん、そこは一つの大きな問題だなと。でもう一つですね、集団的自衛権の問題に絡んで言えば、集団的安全保障というね、うん、まあ、国連もそうなんですけど、その考え方と集団的自衛権による軍事同盟がなんか同じかのようなこう誤解をされている部分があると思いますが、僕は似て非なるものだと思うんですよね。集団的自衛権に基づく軍事同盟というのはあくまでも仮想的国をも想定しながらそれに軍事力でですね対抗していくというものであるのに対して、国連もそうですし、まあ、EU もそうだと思いますし、鳩山元総理が提唱している東アジア共同体も不戦共同体ということで、そのみんなでそういう軍事行動をしないようにお互いが抑制しようということであって、外にブロックで外に敵国を想定しながらそれに対抗していくっていう発想では全くないと思うんですよね、うん、僕はそういう方向に変わっていくべきだと思いますし、うん、平和憲法のある日本はその役割が一番果たせるんじゃないかと、うん、そもそも9条がこうできるようになった経緯はそのマッカーサー草案で押し付けられたとかいう声もありますけど、そうではなくて白原さんなんか本当にイニシアチブを取って提起したと言われてますし、2つの意味でものすごく僕は意味があると思うんですね。一つは先の大戦の反省にのっとって国策の誤りによって侵略的な戦争はね二度と起こさないという近い反省が反映されていると。もう一つは世界のこう非武装的なですね、世界的なつながりに向けての先駆けとしての非武装のですね理念を体現するものであると。そういう意味で戦後も敗戦して苦労した中の宝物の最大のものが僕はやっぱり九条であったと思うんですよね。それを自ら今金折り捨てようとしているというのは本当にとんでもないですね、うん、ことだなと思いますし、ね、そこでね、はい、その今のその9条と自衛隊明記の関係なんですけど、はい、岸田さんのね花田、月刊花田の12月号で ね、 ね言った言葉はね非常に印象に残ってるんですよ、はい、でそれはね月刊花田の編集長があなたは平和主義者だと言われていますが、うん、これでもね会見をやるとね言えるんですかというふうに、うん、切り込んだわけですよ。そうしたらね、いやいや私は平和主義者ですと、うん、憲法をね、うん、憲法の平和主義を守りますと、うん、ですから憲法9条1項2項はね、うん、そのままにしながらで、改憲4項目のね、はい、9条自衛隊明記をね私の在任中に必ずやり遂げますっていうふうに言ってるんですよ。ここですよね。その中に自己矛盾は感じてないんですかね。だからね、そのなんていうかね、それね、今のその世論のね、こう形成の仕方ね、はい、もういわゆるや優しい顔をした狼っていうかね、うんうん、一番会見をさ、うん、この時期だったらやれるよなと
思い出してごらんなさい、安倍さんの顔、佐田さんの顔、岸田さん、おいいよね、うん、ね、そこでこう、巻き取られてはね、僕はいけないと思うんですよ、うん、要するに、ね、言ってること、それから出ている条文、うん、ね、そういうものを見ながら、これはね、何を意味してるのかっていうことをね、うん、考えていく。そうですね。そして、うん、岸田さんといえばですね、宏池会で鳩派で広島出身なのでね、うん、その核廃絶にもね非常に前向きな姿勢があるというイメージはあったんですよね、うん、ただし実際にやってることはあの自民党改憲案を是認しそれを通そうとしているというところに、うんうん、今の彼の立ち位置本質があるということでね、騙されてはならないと。で一時期安倍さんではなくて麻生さんがですね、その人々が気づかないうちにこっそりと会見をするのが一番だという、ナチスの手口に学べという発言がありましたよね、それを今またメディアの力も借りながらやろうとしていると思うんですけれどもね、で国家緊急事態条項というのはまさしくナチスがやったことじゃないですか。そうです。ワイマール憲法っていうのはね、はい、いや日本でいう憲法25条生存権も歌ったし男女の平等もね歌ったし、非常に先駆的な ね普通選挙権も歌ったし、はい、その、なんていうか先駆的な憲法と言われながら同時に緊急事態条項を作って、その大統領にね何か法律で作ったんですよね。で憲法の中に憲法に入れましたね、盛り込んであるんですよ、うんうん、マヨマヨ憲法48条にあるんですね、うんうんうん、でそれをナチスがだんだん力を持ってきた時に、はい、ヒンデンブルグ大統領にねたびたび迫って280回から緊急事態宣言出させたんですよ。でその最後の方に、国会議事堂放火事件っていうのがあったんですけど、ありましたですね、これは共産党の仕業というふうにでっち上げて、でっち上げ事件でしたね。それで緊急事態宣言をね、ヒンデンブルクに大統領に出させて、はいはい、で共産党を非合法化して選挙の前に1万人ね、うん、1万人はい、逮捕しちゃった。はい、そういうことがあったんですね。それでその逮捕しているのにですよ、うん、共産党と社会党がね3分の1近くのねかなりの議席を取ったんですよ、うん、でその中で共産党は逮捕されちゃってるから国会議員出られない、うん、で社会民主党だけが残ってこのナチスの親衛隊にね罵声を浴びせられながら足蹴っ飛ばされながらね、うん、国会で全権委任法と言って、あ、その全権委任法ですよ、全権委任法、全権委任法というね法律をね作っちゃった、その、はい、法律が振るってんですよ。この全権委任法は国会で憲法に違反するね条文を作ることができるっていう、なんかなんていうか漫画みたいな、そんな内容だったなんか書いたんですよ、うん、それであとダダダダってね、あれユダヤ人だけじゃないんですよ、もう労働組合の活動家、うんうん、共産党社民党の活動家、それを一斉に捕まえて強制収容所にぶち込んで、それで、処刑したりてというね、うんうん、そういうことをやった、それの一番の元になったのが、前回る憲法にあった緊急事態宣言条項なんですよ。でそれはそれを作った時はね、まさかヒットラーみたいなすごいやつが出てくるっていうのは誰もね想像しなかったって。今回だってね、岸田さんの顔みたいに、岸田さんが何かやるか、んなことやらないよ、安倍さんやらないよってね思うかもしれないけど、はいはい、政治家の中にどれだけ野望を持ったね、はい、独裁者がいる、独裁志望の人がいるかもしれないんです。そうですよね。その時にでも、うん、そういうものに独裁を振るわせないのが憲法なのに、うん、その憲法を野望を持ったそういう独裁の野望を持った、人間を抑えることのできる憲法の力を吹っ飛ばしてしまうのが緊急事態宣言なんですね。はい、わかりました、はい、まだね、いろいろ、はいはい、聞きたいことはありますけれども、はい、ぜひこれ何回かですね、また出ていただきたいと思ってますので、さっき申し上げたように、はい、最低5回必要です。ああ、ね、今2回しかまだ終わってないですね。そうそう、アットリースト5タイムズ。わ、はい、かりました。書くのも含めてね、はい、わかりました。漫画とかいろいろさ、はいはい、
いろんな形でぜひお願いいたします、はい、今日は非常に貴重なお話をありがとうございました、はい、それでは終わらせていただきます、はい。皆さんこんにちは。私は ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。今日は皆様方にご支援のお願いです。私たち ISF 独立言論フォーラムは一切の広告なしで真実探求と戦争廃絶で志を同じくする個人団体によるご寄付によって運営される市民による独立したソーシャルメディアです。ご支援をいただける方は下記口座宛てにご支援をよろしくお願いいたします。なおご支援いただいた方には IS 通信の送付、 ISF 主催の公開収録、シンポジウムへの無料参加など ISF サポーターとしての対応をさせていただきます。口座情報は、ゆうちょ銀行、振替口座、01780-7173449、一般社団法人独立言論フォーラムです。ホームページもぜひご覧になってください。どうぞよろしくお願いいたします。